新松田駅松田町は神奈川県の西部に位置し、足柄上郡に属する町。小田急小田原線の新松田駅と御殿場線の松田駅の二駅が存在し、東名高速道路と国道246号の連絡点の一つとして交通の重要な役割を担っている。佐古川、川音川、中津川とそれらの支流となる河川流域が町の概要をなす。 町は、松田総領、松田諸市、上山及び、木の四地区からなる。北部は、丹沢大仙国定公園に指定されている、西丹沢山系の1200メートル級の高峰が、そびえ、宿り木地区が、丹沢山海の南端となる、中津川流域を担い、南方に、足柄平野北端であり、佐古川東岸をなす地域に、松田総領、松田諸市が存在する。 川音川を挟んで南東方向に、上山地区がある。現在の松田町は、丹沢登山の主要な出発点の一つとなっており、また、町内を流れる佐古川、川音川、中津川はあゆ、山目魚、ニジマス等の釣り地として知られる。町内の松田山は、比較的乾燥した水はけの良い南斜面が存在し、温暖な気候を利用して、茶、みかん等が栽培されている。 鉄道との連絡として、町内に小田急小田原線の新松田駅と御殿場線の松田駅の二駅が存在し、その連絡地点としての重要性を持つ。御殿場線は現在単線であるが、1934年まで東海道本線であったため町内を走る路線と駅敷地に伏線施設の名残が大きく見られる。また、同二駅を中心として、ロマンス通りと、 中町通りと呼ばれるそれぞれ長さ数百メートルの通りを中心とした商店街が存在し、町の経済活動の中心をなしている。自動車交通では国道246号が町の中心近くを東西に横断し、それに足柄平野を南北に縦断する国道255号が町内で合流する。国道255号は隣町の大井町内において、 東名高速道路多い松田インターチェンジと接続しており、松田町が東名高速道路と国道246号の連絡点の一つとして重要な役割を担っている。二つの駅は隣接しており、どちらも中心駅となっている。松田バスストップに3路線が停車している。ありがとうございます。